WRC 片岡春、プラダになります13歳、カーナンバー89番。さあ今回参戦をする GT ドライバーは OK キャップだけではありません。乗り物クラブティグレ、ガモー直也、チャールズ・ルクレールカートに乗ります32歳、カーナンバー96番、 SL 玉田レーシングチーム、チーム凡人、大野博士、エクスプリットになります55歳、カーナンバー98番、樋口レーシングチーム、ウェイクボーカルティ、エクスプリットになります15歳。以上のドライバーです。さあ計測開始となりました。ヤマハ SS2 グループ、それではドライバーをご紹介していきましょう。プロフィールガイドです。まずカーナンバー13番、渡辺セリカ選手からいただきました。開幕戦11位、第2028位、 Y 様、野村ニューロクリップ、野村ニューロスリープクリニック、家族にサポートをしていただいています。進路面になかなか慣れません。慣れなくて遅さを極めています。ほほ、いい結果を出したいのですが、全国出場に向けてポイントを少しも取っておきたいです。10位以内目指して頑張りますと書いてくれています。セリちゃんね、渡辺セリカ選手、いつも島根から遠征をしてきてくれています。続いてカーナンバー16番、中村ひろや選手、今年も SL レインボーシリーズ第1戦から第4戦、4戦まで優勝と絶好調で、鈴鹿選手権でも常に上位を走っています。両親と自分で力を合わせて頑張ります。前回のレースは単純にスピードが足りずにトップ3に離されて4位でした。今回は走り方をはじめセッティングも大きく変更しました。調子はいいです。優勝できるように頑張りますといただいております。上昇のドライバーの一人ですね。続いてカーナンバー60番、金田浩樹選手、大井町田がホームコース、2019年の大井町田のティアジュニア年間チャンピオンという16歳です。全国でもう一度鈴鹿に帰ってきたい、決勝には出たいと書いてくれています。お待ちしてますよ。10月16日。続いてカーナンバー61番、永井大和選手、去年の都合の全国大会で3位だったという秋ヶ瀬のドライバーですね。秋ヶ瀬のドライバーはみんな速いということをアピールしたいです。全てのレースでトップ争いをしたい。まずは決勝に出ること、出られたらシングル戦でゴールをしたいです。入賞できたら褒めてくださいな。タイで走ってるようでしたらそっとしておいてくださいという20歳のドライバーです。カーナンバー68番、岡田雅人選手、チーム名はトミースポーツ、ホームコースは茂原ツインサーキットという神奈川県出身25歳のドライバーです。続いてカーナンバー70番、中村ブンスーム選手、ニックネームはブンちゃん、ホームコースはイタコとモテギ、イタコスピードゲームズオープンの第6戦では3位でした。できるだけいい順位を取れるように頑張ります。イタコとかの、ね、方が来てくださるのもね、本当珍しい、全国大会あるからこそという感じですね。続いてカーナンバー81番、加藤隼人選手、加藤隼人サーキット秋ヶ瀬がホームコースです。 SS ジュニアのチャンピオンです。1対1のバトルで勝てる自信はあります。最初までは調子がいいんですけど、予選からがダメなので予選決勝頑張ります。優勝できるよう頑張りますという12歳です。続いてカーナンバー86番、片岡春選手、前回は最初の2位だったので決勝になるとずるずる落ちちゃいました。前回のレースの経験を生かしてペースを落とさずにトップ10を狙います。今回も魂の走りができるように頑張りますという片岡選手ね。最新どころでも、ね、調子いいので、ね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。カーナンバー98番、ウエスボカルチ選手、チームは樋口レーシングチーム、ホームコースはレインボースポーツ、愛知県出身の15歳のドライバーです。以上いただきましたプロフィールガイドを紹介しました。じゃあこの2グループにも GT ドライバーはいるわ、ジャフジュニアで大活躍中のドライバーが東西揃っていたりとかですね、あと FT3 の、ね、ドライバーもいたりしますし、本当目が離せない状況になっています。また今回はスーパー SS が開催されないことで、平均乗りのスーパー SS 世代の方も出てきてくれているので、この辺とジュニア世代のドライバーとの戦いも楽しみですね。さあ現在はカーナンバー86番の片岡春が最終通過でトップを取っているようなんですが、変わりました。どんどん変わっていきます。また変わっていきます。さあ鈴木めぐむがトップ55秒、これは最新数ですね、54秒台
出してますね。54秒85。さあ、ナンバー19番の鈴木めぐむが54秒85です。2番手44番坂井龍太郎が54秒93。さあ、チェッカードフラッシュが出ました。最後どんどんね、特に中盤から後半のドライバーがポーンと上げてくるパターンが今見受けられているんですけれども、さあ最後に上位がパパパパッと変わっていくことはあるんでしょうか。今最終コーナーからあのピンクは孫をことなく坂井龍太郎という感じですね。ホームストレートを通過していきました。最後コンパ1でも上げられたらというところなんですけれども、どうでしょうか。この1周はちょっときつかったかな。誰のスリップもついてませんでしたもんね。